生日の日8月6日に柯文哲台北市長は台湾民主党を立ち上げました。皆の力を結集して台湾を変えようとしている国民に、今の民進党と国民党の他にもう一つの選択肢を与えたい。立党宣言綱領には台湾を政党の名前にし、国民をもって元となすことが書かれ、最も特殊なところは二重党籍が許されるほか、党員からは党費を一切徴収せず、柔軟性のある政党と協調することです。柯市長の側近で台湾民衆党の発起人でもある蔡碧城氏は、党の結成大会終了後直ちに内政部に向かい申請書を提出しました。この日柯市長の両親も恩師も出席しました。鴻海精密工業傘下の英霊基金会の劉裕東執行長も出席しましたが、自分は郭台銘前会長の代表ではないと強調しました。会場には若い支持者が大勢いますが、台湾政界の大物の姿が見られませんでした。柯市長は式典終了後、支持者一人一人と挨拶を交わしました。会場の外には大連党や台湾国などの野党勢力が集まり、大声で抗議していました。柯台北市長はまるで第三勢力のトップのような勢いでした。いかにして選挙戦で民進党と国民党との競争から抜きん出るかが今後の課題になるでしょう。